おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は12月の29日、金曜日。今日が大の会ですね。お題がこちら。暴落注意。 急激な円高。140円台ギリギリでした。ということでね、話をしていきたいなと思います。これ、裏っ側、奴隷の冷やしチャートで、まあ、為替があんまり円高に触れて欲しくないですよね、っていう話を最近しておりますが、なんてこったいということでね、えー、ザラバに140.25ということで、ザラバ安値を更新する。危ないなー、なんていうふうに思ったので、これをタイトルにさせていただきました。24時から1時の、まあ、深夜の間にね、急激に円高が進行したので、まあ、何があったのかなーっていうところと、ちょっとお正月怖いなーなんていうふうに思ったので、まあ、そこについて解説 ができればなと思っておりますそして最後にねシーズンの売買戦略見ていきますのでぜひ最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析必ず前さしい目標で更新をしておりますなるべく耳だけで聞いてもわかるような形でなるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきますぜひチャンネル登録をお待ちしておりますそれでは昨日の振り返りからいきましょうまず日本株なんですが高安まちまちの結果となりました日経均トピックスは反落グロス250は俗進という形です でグロース250の躍進がちょっと目立ちますよね。後ほどチャート分析でもしっかりと見ていきたいんですがさすがに節税売りが終わって買い戻しも進んでるのかなって感じはしますけどもねこれが続くのかどうかは、ね、来年期待したいですね。はいえー、昨日の業種別ランキンキグでございいまますまた海運が下が下って 海運が上がってみたいなことがこう連日繰り返されてますね、えー、これはですね。欧州のま地政学リスクによるもので、ま欧州海運運転のマスクがね。運行再開したりとかしながら攻撃されたりとかね。でもやっぱり運行してるとか。まあそういったところが要因でございます。アメリカ株チェックしていきます。 3時48分時点でございますが、まあ、最近これぐらいの動きが多いですね小幅な値動きで取引材料に書き年末年始で参加者も少なくでもプラスやっぱり底堅がたいという感じでしょうか一方欧州株に関しましてはマイナスのものが多いなというふうには思います業種別見ていくと半々ぐらいどちらかというとマイナスが多いように思いますがダウ見ると緑色の方が大きいですねそしてナスダック100見てもですね急変動はそんなないかなと思うんですが比率的には緑の方が多い昨日上昇していたテスラは2% 2%以上の下落ですね日経先物若干のマイナスです落ち日迎えてますので、まあ、大体ちょっとマイナスぐらいで始まりそうかなっていうところなんですけども為替ですね、えー、一時140円の25銭ということでこれ後ほどまた触れていきたいなというふうには思っておりますビックスが12.55長期金利3.853今日は結構上がってますね ラッセル下落、ソックス上昇という形になっております。で、今日暗号資産が比較的軟調に動いているかなと思います。それでは見ていきましょう。24時から1時の間に急激に円高何が今後の暴落に注意せよということで話をしていきたいなと思っています。まずはいつも通りアメリカ株が始まった後の日経新聞を確認していきます。ダウ続伸で始まった理由は FRB の利上げ観測が支えということです。これはいつもと同じです。ただ少しだけ違和感を感じているのは失業保険申請件数の結果です。 市場予想を小幅に上回ったということです。市場予想に関しましては主体によって若干異なりますが、どの主体を見ても市場予想は上回っているという形になります。失業保険が予想を上回るということは、まあ、労働市場はね、だんだん引き締まってきてる、過熱感が薄れてるみたいな形で、インフレ沈静化するとの見方は確かに納得なんですけども、でもここ数週間ぐらいの失業権申請件数は逆に予想を下回っていたんですよね。まあ、でも株価プラスに反応してたのに、今回市場予想を上回っているけども、うんまた ただ実際に株価としてはほとんど反応もしていないというところですから過熱感があるとかあとはまあ材料としては少ないとか何かそういったところ参加者も少ないとか、まあ、そういった方が気にしてるのかなというふうには思っていますそれよりもですね一時付近のこのドル円の急落ですねこっちが気になりましてこの先っぽにこう水準を合わせてみたら140円台 25前半円まで、この時間に何があったかってことなんですけども、調べてみると1時12分にロンドンフィキシングにかけて大幅反発というふうに書いてあります。円が反発するということは円高になるということになり、ドル円のチャートでいくと下に触れるという形になります。で、ロンドンフィキシングってあんま聞かないなと思って調べてみたんですけども、これはロンドン市場のネギメ、フィキシングのことを指しているということになります。日本時間 時間にすると25時ということで、まあ、この前後にはね大きく動くぞというところだったんですね、まあ、これの可能性は高いのかなと思います大口取引が行われるためその前後で大きな変動が起こりやすいということですねで良かったなっていう風うに思うのが140円を割れなかったっていうところですねこれはローソク足がドル円の周波数チャートになってまして140円にラインを引いてみましたギリギリでしたね日経平均の周波数チャートとこのように並べておりましてやっぱりドル円レートがですね日経平均とある程度純 相関するんんだなっってことを確認したかったかですよねまあ、でもここ数年で見るとね逆相関の場面もあってこれ真ん中がね相関係数がゼロということですね上に触れると純相関なんで円安イコール株高でも逆相関する時もあって足元ではねちょっと逆相関気味っていう形なんですよねだから、まあ、円高に触れても日本株高は揺るがないだろうみたいな意見もなくはないんですけどもでも140円はさすがにねちょっと心配なラインなんじゃないかなというふうには思っていますでその一つの根拠としましては想定為替レートです 主に輸、まあ、出業者が影響を受けますけども自動車大手はだいたい140円から141円ぐらいで想定為替レートを組んでいて前回決算でも業績の情報修正も済んでいますので、まあ、そこはやっぱり心配だなというふうには思いますしあとは先日日銀短観で見た大企業の 全企業の、えー、想定為替レートも139円の後半でしたので、まあ、140円割れというのは結構意識される水準なのかなというふうふに思いますまたこのように相関係数だけで見ると純相関、逆相関どちらもあるように見えますがもっと長い期間で見てみると圧倒的に純相関の期間の方が長いんですよねだから足元では、ねえー、こういう金融政策とか、えー、いろんな状況があって純相関、逆相関ありますけども、まあ、基本的には純相関 要は円高に触れたら株安になるっていうそういう可能性のが高いんだっていう風には見ておいた方がいいかなと思いますそしてこの矢印の期間すごく大きな変動が起こった期間なんですが2019年の1月の3日なんですね何か今の時期がこの時期と被るなぁなんていう風には思ってきたんですねこれフラッシュクラッシュと呼ばれるものでして2019年1月の3日お正月休みで参加者が少ない状況でアメリカのアップル社が売り上げ予想を下方修正したっていうことが、まあ、きっかけ れだけななんんじゃいいかかという,ふうには言われてまますすが1ドルが1 108 103円円台ら円台らでで急落をしたんですね参加者が少なかったので、まあ、急落が起こり急落が起こったらロスカット設定をしていた、まあ、そういう自動的に決済される取引、まあ、決済されていったんじゃないかっていうふうに想定されますけども、まあ、そういう動きがね起こってもおかしくない、まあ、そういう時期に入ってきてるなというふうには思っていますで起こる要因としましては魔女が出る時間とかアルゴリズム取引なんかもね関係してるというふうに言われます が要は取引が少ない時間とかあとはアルゴリズム取引である程度の節目割れてきたらもうアルゴでねこのようにこっちの方向に注文出しますみたいなものも入ってたりする可能性はありますよね最近でもこのアルゴが関係してね為替が動いたなんていう話もありましたがお正月はよりそれがちょっと起こりやすい確率がちょっといつもより高そうだっていうぐらいはね思っておいた方がいいかなというふうに思いますでこちらがドル円と日経平均の冷やしチャートになっていてですね足元で年末にかけて急激に 円高が進行してきてきいますよね2019年の時にも年末にかけてこうやってね円高が進行してきてお正月休みで少ないロスカットラインを入れてる人もそれなりにいるだろうそして実際に下がったロスカットに引っかかったぐーっと下がるみたいなことがね起こりましたね1月の3日といえばまだまだお正月休みの途中でしたから僕もですね実は妻の実家から自宅に帰る途中のえ本当に地元の駅の中でえたまたま FX のサイトを開いてえ103円なんかおかしいぞみたいな形になって えー、ドルロングのねポジションを取った記憶がなんとなくありますけどもでその時にはたまたまねドルロング戻ってでぐーっと。 株も上がってったし為替も上上ががってっててたたし為替んですよねだから良かったんですけども、まあ、今回は背景がまたちょっと違うのかなというふうに思いますよね。日銀は緩和修正の方向に動いているし、アメリカはどちらかというと、リース上げとかねえ、そういう方向に動いているので、まあ、全体的に少し長い視点で見ても、どちらかというと円高圧力の方が強く、もしフラッシュクラッシュが起こって、もちろん一時的に行き過ぎれば、まあ、短期的には戻るんでしょうけども、まあ、来年にかけて円高トレンドの方が可能性は今のところ高いと言われていますよね。そこはちょっと注意して,みていただき いただければと思いますまたお正月のスケジュールもぜひ押さえておいていただきたいなと思うんですね日本市場今日大納会でございますでアメリカ市場とかも今日で終わりですねお正月休みに入っていくんですが為替市場に関しましては1月の2日から 通常は元旦のみの休場となっていますが3三3一が土日ですから3連休という形になりますけども2日から動きますので,でこの2日3日は特にやっぱりね参加者が少ないタイミングですので、まあ、この辺はちょっとリスクが上がるなというふうには思っていますそして米国株式市場に関しましても基本的には1月1日のみ休場ということになっていきますなので、まあ、1月2日からですね米国株もスタートし2019年1月3日はやっぱりこのタイミングでねあのアップルが下方 修正出してきたってことになりましたのでまあ、そういった何か大きなニュースが出てくる可能性っていうのもねよりグッと高まるタイミングでもありますとはいえ日本市場日本の参加者たちはお休みを取ってるタイミングなので変動が大きくなりやすいっていうことなのでまあ、そこだけはちょっと押さえておきましょうということですねで改めてドレンと日経平均の冷やしチャートですけどもここから学べることはねぜひ意識していただきたいなと思いますがまあ、背景がもう全然違うのでこれと同じトレンドになるとかまた戻る売られ過ぎから戻るとかそういう可 可能性は全然背景が違うっていうところを改めて押さえておいていただければなというふうに思います引き続きねお正月も基本的にはこの朝7時毎日更新で見ていきますのでぜひぜひお付き合いいただければなと思いますということで今日の動画のまとめです米株上昇利下げ期待続き失業保険予想を超えるということですね今まで予想を下回ってたけども今回予想を超えてきてでも株価はまあプラスで推移してるちょっとなんかすごいなーなんていうふうには思いますけどもねえそしてドル円が一時140円の25銭まで円高にということでこれザラ 安値を更新すするみたいななチャートになってますよね140円割れっていうのはちょっと急変動のリスクがあるんじゃないかなってなんか想像でもなん簡単に容易に思いついてしまうってう形なんですよねそして長期的に見るとやっぱり基本的にはドル円に日経平均株価が順相感してるということなんでもし仮に円高進行がも,うもっと進むとやっぱり日本株安の可能性の方が上がるんじゃないかなというふうには思います時期的にも取引量が少なくなってしまい、まあ、年末年始ということも絡んでフラッシュクラッシュの可能性もまあより高まよ なくなるとは思うんですね。で、特に元旦はすべての市場が休場なんですけど、年始2日以降、為替も米国株も動きますので、そこは注意してください。ただフラッシュクラッシュ自体は短期取引のチャンスにはもちろんなるとは思うんですけども、2019年とはやはり金融政策の状況 アメリカと日本の関係全然違うので、まあ、そこも、ね、しっかりと押さえておく必要はあるだろうなというふうに思っておりますそれでは指数の売買戦略一目均衡表とマックリを使って各指数をチェックしていきましょうでは現在の値を確認していきます現在5時24分まで時間が進んできておりますが米国株式市場はなんとかプラスを維持できてるっていうぐらいでしょうかね CM の日経先物も,もやっぱり小幅なマイナスが続いてます為替は141円の36銭140円の25銭に比べると1円程度円安方向に戻してきてはおります おりますがという形ですね VIX12.54 で長期金利は上昇したまんまラッセルソックスともに下落ということなのでちょっと注意しながら今日も見ていきましょうはい、えー、まずは日経金株価です日経金株価は昨日はね下落してしまいましたそして日経先物も,も今日はまだ下落スタートという可能性が高いかなという風には思いますがまあなんといっても今日は大納会当日の一新ということですから大納会での最後ねググググっとした買いに期待はできるんじゃないかなと個人的には思いますけどもねまあその根拠としましてはマックリーが上向きとかよ 上線が続いているとかねやっぱり高値を意識されやすいとか、まあ、そういったところはあるのかなとは思いますただやっぱり為替に睨みながらということもありますのでまあ、そんなにねリスクを取る動きも出ないかなって感じはしますけどもねざらばしっかり注目していきましょうトピックス見ていきますトピックスに関しましてもねなんだかんだで陽線続きではあるんですね基準線の上にいるし地高スパンと株価がちょうどぶつかってる感じですねただ今日地高スパン26日前の株価との比較でこっちにずれますね結構上に来るのでまあ、これ超えることは難しいかもしれない んだけど m a c d でゴールデンクロスが発生してるんですねこれはまあ一つの開催ということですからぜひ注目をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、グロス250指数なんですが力強い陽線が2日続いたんですよねもうずっと今年はねこのマザーズ指数グロス250指数途中で名前変わりましたけども非常に不安定な状態が続きましたで名前が変わってからは好調かと思いきやまたね三役逆転まで行きそして年末にかけてようやく年内受け渡しが終わってからですね、えー、この <laughs> 上昇に転換してきたって形ではあるんですけども、まあ、足元ではねもう本当に地ースファンがぶつかって地ースファンが株価を超えてくると三役好転も見えるような状況になりますただ、まあ、この勢いを持ってですね年始は雲がねじれて始まるということですから、まあ、あんまりね期待せずに見ていきたいなというふうには思っておりますはいニューヨークダウでございますニューヨークダウはまあ相変わらずですね年末はなんとかここで乗り切りそうな状況になってきましたマックディはゴールデンクロスデッドクロスみたいな形 マック D はデッドクロスが出そうというところはもう何回も言ってるんですがギリギリ出ていないしぶといなというふうに思いますけどもね、まあ、年末の切り替えというところですからちょっと注意しながら見ていきたいところです A&P500 ですこちらもなんとかプラス権を維持できているという形ですが、まあ、確実にワネは重たくなってるなって感じはするんですけどもねやっぱり参加者が少ない分今は変動が少ない状況の方が大きいのかなと思いますナスタックですナスタックに関しましてはちょっと陰線がついてますね心配ではありますけども、まあ、ここもなんとか底堅さは維持 できてるのかなとは思いますがやはりまあちょっとインセンが一番目立つのがナスダックなんでちょっと心配ですね今日は金利も上昇してますしね最後ラッセル見ておりますラッセルが今日はマイナスですね久々にマイナスをつけてしまった上髭を残しまあ、ザラ場はちょっと弱い展開が続いているっていうところになりますのでまあ、あと1営業日ですけどもちょっとねさすがに過熱感はあるってところも意識やっぱりしなきゃいけないなという風に思いますはいということで今日はですねまあ、フラッシュクラッシュの可能性上がってるよねって話だったので内容ちょっと振り返りだけ入れさせてくださいね まずはアメリカ株が始まった後の日経新聞で FRB の利上げ観測が支えてもうずっとこれだけで、えー、今年後半行き切ったなって感じはしますよねはいそして新規失業権申請件数が予想を上回って、まあ、これでも株価がプラス圏にいるっていうのはちょっと楽観的かななんていう話はしましたが、まあ、どちらかというと為替がここでぐーっと下がったことこのタイミングで140円25銭をつけたっていうのはねちょっと危なかったなギリギリだったななんていうふうには思ったりしていますでそれがきっかけになったのはロンドンフィキシングにかけてってこと なんですがまあこれかなーなんていうふうに思うんですけどもねで実際にですねドル円と日経平均株価の相関係数をチェックしてみるとここすねは上にも下にも触れている純相関だったり逆相関だったりしている一概に円高だから株安になるとは限らないみたいなそんなところはあるんですけども、まあ、長く見るとやっぱ純相関だなって思うのでもし140円割れてきたらね株安懸念っていうのはし ていくだろうなって思いますまた想定為替レート等を考えれば140円割れっていうのはかなり意識されやすい水準だと思いますので注意していきましょうそして現状が2019年の1月の3日となんかすごく近いなと思っていますこの時にはフラッシュクラッシュが起こったという風うに言われておりまして取引時数量が少ない中でですね Apple が売上予想を過方修正したため為替も大きく動いてそしからロストカット,売りをロスカット売りを巻き込みですね非常に大きな動きになったということですねこのように魔女が出る時間取引数量が少ない 時間帯ででアルゴリズムととかも絡むとですね非常に大きな動きになる可能性がありますそして年末にかけてねこういった円高がギューッと急激に進行したきたっていう背景がですね非常に今回とちょっと似てるなっていうところはね押さえておく必要があるかなというふうに思いますしお正月のスケジュールを見てみますと日本市場は4日からスタートなんですが為替市場は2日から米国株式市場も2日からスタートしていくと思われますなので2日3日っていうのはね非常に取引数量が少ない中で 非常に節目が近い、ちょっと怖いなぁなんていうふうに思いますから、そこは皆さん注意してください。そして過去はですね フラッシュクラッシュが起こりました。下期限残しました。そこから上がりました。っていうね。株も為替もそんな形でしたが、現状の背景を考えますと、日本は金融引き締め、金融緩和を修正していく流れ。アメリカは金融引き締めから緩和に移っていくフェーズ。まあ、そう考えると、簡単に円安には行きそうにもないのでね、同じ動きになるとはちょっと限らないぞっていうところもね、ぜひ押さえておいていただければなと思います。それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄ガと男とも分析するマガジンですが、えー、毎週金曜日更新で分析記事をアップしておりますが、 これは水曜日中にアップしたマックビープラネットになっております。ちなみに、日経 c NBC に今日マックビープラネットの社長さんがトップに聞くで出演されるらしく、まあ、その時間帯け株価が動くこともあるので、注目して見ていきたいなというふうには思ってます。多分、デイトレみたいなことは僕はできないですけども、やって、見ていきたいなと思います。そして、ガチ速ファイヤーなんですけども、オンラインセミナーの予定がございます。1月12日金曜日21時30分からになりますので、こちら概要欄よかったらね、チェックしてみてください。また、田崎さんにね、紹介していただいた動画、 相変わらず結構回っているんですね。よかったらすごくわかりやすい動画なので、こちらも概要欄のリンクをチェックしていただければと思います。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で朝7時目標で更新していきますので、明日も聞いていただける方、ぜひチャンネル登録をお待ちしております。それではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら